え、フォークってなんやねんの考察。今日はね、前回話した通りね、みんな歌いだそうやと、フォークシンガーの関西方向の方々がもっと歌いだそうや、みんなで実際全国的にいっぱいいろんな人が、ギターを持って歌いを始めた、替え歌であったり歌を作ったり始めた、フォーク村ができた、フォークゲリラができた。ところがその人たちとその関西方向の人たちというのは決してこういい仲間、いい仲じゃなかったら変だけど、なんか対立する関係になってしまったという不思議な歴史があります。でここをね、僕ちょっとよく分からなかったんだけど、まあ諸先輩に話を聞いたり本を読んだりする中で、どうもこういうことらしいんですよね。まあファンの方々は高橋さんや岡林さんがみんな歌いだそうや、で私たちが作ってる歌は、私は庶民だと、私らも庶民やから、私庶民の私が作ってる歌はこれはフォークソングなんだからということで歌を作ってる。ところが聞いてる方、元からのファンの方が、ちょっと待ってよあんたたち、岡林さん高橋さん高田さん、ちょっと待ってよあなたたちレコード出して売ってるやん、あの歌を金儲けにしてる商業主義やん、一切の権力と一切の不当な栄誉に対する情勢に貫かれた発達と自由、そして風刺的な嘲笑的な歌じゃないやんというふうに論争を吹っかけてきて敵対するなんてきて、あんたたち商業主義やんと。でもそう言われてもフォークシンガーフォークシンガーだって、いや何を言うてるんやと。それでまあ一応左翼運動にもね、当時の左翼運動の中でもそのだこえぐからそのことも中学派や赤軍派までこういろんな派閥があるんだけども、そのいろんな立場の人がいろんなことを言うてくる。例えば岡林さんコンサートに行った後でちょっとラブソングだったら、岡林があんなところラブソングみたいな歌ってたからもっと建設的な歌歌わなあかんやろみたいな、上から目線で言うてくるやつもおる。そんなことをしてるうちにフォークシンガーの方々もううんざりしてくるっていうようなこう構図になってきたということです。で姉妹に言ったらいいけど、高田渡さんがね、皮肉っぽくあの東京フォークゲリラの諸君たちを語るという歌をなんか、歌ってたので、これをまあ聞いていただければフォークの、関西フォークの方の気持ちが分かるんじゃないかなと思います。これからちょいとフォークソングについて話してみようと思うのです。何をぶっ刺すかはわからない、何しろ相手は僕だから、あんた方は知ってるだろう、新宿の西口のフォークゲリラという連中をさ、あのかっこいいエリートさんらをよ、あのかっこいいヒーローたちをよ、そん中の一人がこの間こんなことを漏らしてた、自慢するわけじゃないが、僕は逮捕状が出てるんだとさ、流行りの関西フォークはもうそろそろ限界に来たんだとさ、高石や岡林の歌はもう全盛期の遺物だとさ、そんなことを言った後に奴らは歌ってた、関西フォークの大昔のレパートリーってな感じらしいですね。これで雰囲気わかりますよね。フォークゲリラの方々はね、あんたたちはもう終わってるんやと、でもそう言いながらね、こう関西フォークの歌を歌ってるんじゃないかという、まあそういうこう皮肉っぽく、まあ高田渡さんらしい、歌なんですけども、まあそういう形で、実はフォークシンガーの方々もそう疲れ果てて疲れてくる。それプラス、まあ、1969年かな、その安保の闘争もあり、ベヘーレンの方とかね、やってたベトナム戦争反対の運動だとか、そういうのもこうだんだん、下火になっていて、社会的なことが下火になっていく、そういう風潮 もう重なってたんだと思うんだけども、フォークシンガーの方々がそういうプロテストソング、こういう社会的な歌を歌わなくなっていくという歴史があります。でその後、そういう歌でないフォークが生まれてくる。例えば吉田拓郎さんなんかが現れるんだけども、なぜか吉田拓郎さんはその方々から、出てくると、帰れ帰れと何千人から帰れコールを受けたと、そんな歴史につながっていくんだけど、これはまた次回に話したいと思います。今日は以上です。